米大リーグドジャースの大谷翔平投手は20日、日本時間21日、本拠地で行われたメッツとのリーグ優勝決定シリーズ第6戦に、1番 DH で出場した。3勝2敗で迎え、勝てばワールドシリーズ WS 進出が決まる大事な一戦。68歳の盟友ら客席に現れた大物ハリウッドスターが続々と中継カメラに抜かれると、 今日も豪華だ、すごすぎる。などと話題を呼んでいる。画像、ええー、すごすぎる。客席に現れた68歳名優ら豪華ハリウッドスターの実際の映像。ハリウッドのあるロサンゼルスならではの光景だ。勝てばドジャースの WS 進出が決まる一戦。米スポーツ専門局、FOX ス,スポーツの中継では、客席に集結した大物俳優たちにも注目が集まった。 アカデミー賞受賞俳優のジェイミー・フォックスやジェイソン・ベートマンに続いてカメラに抜かれたのがトム・ハンクス。フォレスト・ガンプ一期一へ、などでオスカー常連となった68歳の名優だ。同局の X が、ジェイミー・フォックス、ジェイソン・ベートマン、トム、ハンクスがここでポストシーズンの野球を楽しんでいる、と記して映像を投稿。日本で視聴していた XA のファンも、 今日も豪華だ、トムハンクスいるじゃねえか、ええー、えトムハンクス、トムハンクスも来てる。凄すぎる、年取ったな、やっぱメジャーすげえな、と続々と反応していた。ポストシーズンでは連日、有名人が客席に現れて話題となっている。